どうも、ポシマックスです。よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、今日は渋谷に来ております。渋谷にね、来てますけど、ちょっとね、どうしても渋谷に来なきゃいけないという用事が、予定がね、ありまして、久々2人で渋谷来たの。なんか来ましたね、大学4年生以来じゃないですか。大学4年か大学3年ぐらい あのハロウィン以来かも。ハロウィン以来。あのハロウィンね。あのハロウィン。ハロウィンの時、僕ら渋谷行ってた大学生だったんですよ。最悪だよな。本当に申し訳ない。申し訳ない。すみませんでした、あの時は。当時ほど問題にはなってない。そうそう。当時ほどっていうか、その当時は、ね、今ほど問題になってない。当時は別にそんなにコスプレしてる人とかもいなくて。そうですね。特に問題じゃなかったので、ちょっと言ってたんですけど。渋谷が楽しいよぐらいで、はい、まあ行ってたって。そうですけどね。すみませんでした。大変、まあ、ご迷惑な大学生でしたけどね。確かに。はい。まあまあまあ、ということで。ね、久々2人でなんか、外行って、うん、あんまりこういう時間ないもんな、なんか、俺ら。いや、売れっ子みたいに。いやいや、そうなんていうの。売れっ子みたいに。いやいや、違う違う。いつも会議室にしかいないからさ。会議室、そうだ、そう、なんか2人で。いや、会議室かカラオケね。カラオケ。ありましたしかいないからさ。いや、外でこうやってなんか、あの、久々だよね。まあそうね、まあ、やっと、まあ、ランドリーも終わって。いや、あんまりあれにかけてる人いないのよ。ね、一応3位になれたからね。微妙だな、ランドリー3位は。ランドリー3位入れて。優勝すると思ってたからな。うん。まあ、なんとかこう、一番のね、大会も、うん、まあ、人を何か。違うよ、違うよ。ついて。一番下の多分大会ではある。そんなことは、スマイルプランの上だから。あ、そうか、スマイルプランがあったか。うん、スマイルプランの勝ち上がりだから。そっか。はい、もう、キャパがね、9人で満員だったから。まあ、そんなこともね、ありましたけど。やってきましたけど、はいはい、ということでね。本当に大変ですけれどもね。楽しいですね、なんか、うん、どこに向かってですか、我々は。これマジでブラブラしてます。本屋さんね。渋谷って本屋ないんだね。今ちょっと本屋をね、探してるんですけど、パルコに本屋ないんだね。いや、さっきね、渋谷のパルコにちょっと、うん、本当にどうしても大事な用事があって。あの、渋谷のパルコにちょっと行ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと動画出すんで、うん、よかったら見てください。ちょっとね、そこの本屋がなくて。本が必要だったね。どこにもないんですよ。どこにもないね、渋谷。変わっちまったな、渋谷も。まあ、あんま本のイメージもないんですけど。あんま本読まないやつの街だから、うん、渋谷って。確かに、うん、あんま活字苦手なタイプのやつらが集まってるから、うん、みんな漫画とかも多分もう縦読みだしな、うん、この心が世代の子たちは。なんかすごい騒いでる、誰か。誰かすごい騒いでる。騒いでる。なんだなんだなんだ。あ、すごい。駐車場ですか。駐車場の案内ですね。めちゃくちゃ声出てると思った。えいって言った。大丈夫でしょ。そんな声出せないで。いらっしゃいませじゃないの。はい。すごい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はいはいはい。もう何にも聞こえない。何にも聞こえない。これはい、どうもありがとうございました。ちょっとうるさいな。うるさすぎるって。ディズニーストアがね。ディズニーストアあるんですけどね。今目の前にディズニーストアがありますよ。我々のね、行きましたね、大学時代を世に羽ばたかせてくれたディズニーストア。え、そんな思い出ありましたっけ。ディズニーストアそんな思い出ありましたっけ。我々大学の時ね、ウッディのものまねしてる。あ、違いますよ。僕あの、はい、ウッディとバスでバスってないですから。あれじゃないです。違いますよ。あれ俺らじゃない。あれ俺らじゃないです。そっか、事務所の先輩ってだけなんで。あれは俺らの手柄にはならない。ならないですね。頑張っても無理。もうであれば俺もブルゾンチエミとかも俺の手柄ですよ。根こそぎいけないですか。いけないですよ。同じ事務所だ取って。なんか夜事務所侵入したら横取りできるとかないですか。ないですよ。置いてあったりしません。あの権利そういうんじゃないんですよ。デスクの上に。やっぱ渋谷うるせえな。向いてどう？喋るに向いてないな。マジで。あ、でも渋谷来たな。M1 で。あ、そうだ。シダックスカルチャーホール以来だ。うん。まあまあまあ、今年はね、シダックスカルチャーホール、まあジンクスもね、取れて。確かに。通過できましたけど、まあゴロゴロ会館にやられた。次浅草だな。浅草ゴロゴロ会館な。まあでも通過できたからよかった。なんかカルチャーホール苦手かと思われましたけど。確かに確かに、ちょっと一歩過ぎ気味だったもんな。一歩過ぎにカルチャー2回落ちてね、うん、まあでもよかったよかったね、いうことでございますけれどもね。はい、まあ、本屋は多分西部にはあるのかな。西部あるのかな、ね、ちょっと分かりませんけれども、ね、全然分かんないけど、ね、渋谷横丁って行ったことある。
渋谷横丁って何のことですか。なんかさ、こっちにあるじゃん、ほら宮下パークの下にさ、宮下パークの下にあるんだ。なんかほら、いろんな県のさ、あります。あそこ朝までやってるらしい。ここは女子サッカー部の慶応の先輩と2人で飲みに行ったことあります。ごめん、どういうこと。俺全然知らないんだけど、この話。え、ごめんごめん。1回だけね。もう だいぶ前ですけど、1回だけね。え、マジ。うん、1回だけね。いや、もう本当に全然もう恐れた話ですけど。え、そんな過去あったんだ。そんな過去ありました。え、てか他別にそんなあれよ、大会のさ、人と仲いいんだね。なめんなよ。いや、なんかマジなめんなよ。マジ陰気だと思ってたらさ、陰気ちゃうわ。なんか陰気家にやらんの。そっか、仲いいんだ。いるんだ仲いい人。当たり前じゃん。俺女の子とすぐ仲良くなるから。まあ、それは本当にそう。距離の縮め方上手だよね。すぐ仲良くなる。養成所の時思ったけど、なめんなよ。なめんなよ。あ、誰言ってるこれ。あ、俺視聴者。あ、視聴者ね。でも、かなやんでも痩せてから結構モテてんじゃない。いや、痩せてからまだ時間が経ってなさすぎる。そっか、そっか。あと、普通の目で見たら痩せてない。そっか、うん、あ、俺一緒にいすぎて痩せ、めちゃくちゃ痩せてから。シュッとしたと思われてるけど、シュッとはしてない、世間的に見たら。痩せただけ、113キロから103キロに。なるほどね。そう、だから普通に太ってる人なんだ。まだただのデブですよ、まだデブサラサラ坊主。でもさ、なんか俺がさ、ちょっとやっぱネタとかでなんかデブイジりとかさ、うん、するときあるじゃん、うん、最近なんか太ってないんだよな、なんかもうやっぱ。まあ、でも大丈夫です、受けてる。大丈夫かな。みんな笑ってるということは太ってるということ。感じてるのはやっぱ出てきた瞬間に、あ、ちょっと太ってるかも、この人って、うん、だから思ってるんだと思いますよ。で、いろいろ今夜ってどこ。多分西部にはあると思う。西部でこれ回すのちょっと。そうですね、ちょっとはずいね。まあちょっとブラブラしますか、もうちょっと。渋谷で一番汚いところの、センター街の汚いところですね。センター街の近くに来ましたけど、てか何ならこの世で一番汚いかもしれない。いや、でも東横じゃない。歌舞伎町と争うぐらい汚いところ。もう僕らが事務所ライブで 毎月行くところ、うん、ホストが刺されたところね。あ、そうなの。知らない、ホストがカッターナイフで刺されたところ。そこで我々が事務所しているので、ぜひ気軽に来てみてください。来れない来れない、下手じゃん。宣伝。結構ホストが刺されたり。結構とか言うな。地雷系の女の子がね、騒いだり。いやでもさ、なんか騒いでるよね、ずっとね。してますよね。まあ、結構来やすいところか。来やすくねってと思いますから。命の危険が。そのスラム街みたいなとこじゃないから別に。いや、本当にそういうことで。まあでもちょっと怖いからね。でも来てほしいけどね、事務所ライブ。実はね、実は安全だったりしますから、そういうところが。逆にね、うん、治安が、まあ、警備がしっかりしてるかもしれないから。すごい歌かかっちゃって、もうこれ著作権引っかかっちゃうんじゃない。歌だ。バウンディ今流れてます。歌。おーし、危ない危ない危ない。歌だよ、これ。著作権かかっちゃうから。今、音声かぶせが大丈夫。やばいよ。さあ氷抜けまして、このまま行くとあれですね、無限大がありますね。無限大、ね、アンダーファイブ純潔で我々立たせていただきましたね。そっかそっか、はい。何が無限大。そっか、俺立ってんだ。当たり前じゃん。あれ無限大か。無限大ですよ、我々。だから吉本の劇場ルミネ以外制覇してますから。東京はね、うん、幕張とかはまだ出たことないですから。行きたいね、はい、ルミネ出たいね。ルミネはもう順々ですね。大学の時1回見に行ったよね、一緒にルミネ。行きました、2回ぐらい行ったよ。行った記憶がありますけど。うわ、行きたいね、出たいね。出たら本物よ。バウンディうるせえな。うるせえな、これ。渋谷うるさいんだよね、人多いし。なんかずっと喋ってるもんな、何かで。これ平日のね、昼 の、 雨の日ですよ、今日。雨降ってたんですよ、さっきまで。もう傘持ってますか。いや、もう本当にこんな人いる。どう言ってる人、やめてくれよ。渋谷だな、本当に。あ、戻ってきたな、これ。あ、うん、また戻ってきた。パルコ前に戻ってきましたね。おー、はい、バウンディすごいな。何ですか、うん、地元渋谷バウンディ地元凱旋ライブでもしてんの。著作権がもうやられちゃうから、YouTube に。勘弁してくれよ。
無限大の前に、ここでね、まあ、いちごさんとかパロパロさんとかね、ボニータさんとか、ボニータさん、チミモーリョーさん、家族チャーハンさん、ザ伊藤さん、ザ伊藤さん、ビッコーバラケンタさん、あ、下北グリップだろ、もうタヌキアメさん、下北グリップだってもう完全に、ね、頑張ってますからね、神保町、神保町でした。だからってこのね、やっぱ動画を通じてね、無限大は違いますからね、神保町ですから、神保町だからね、はい、動画を通じて誰か渡辺にも劇場を作ってくれる人をぜひ募集してますんで、渡辺の劇場を誰か作ってください。大丈夫です大丈夫です、大丈夫ですか、はい、あんま知らないやつに頭下げたくないんで。おい、お前尖ってんなだだいすごい、ね、大丈夫です、知らないやつに頭下げたくない人、ちゃんと親密な関係の人に作ってもらいたいんで大丈夫です。怖い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 、こんなところでこんなおとなしそうな見た目で結構言うこと過激だった、はい、本当に。じゃあもう10分経ったんで終わりますか、ね、終わりますか。じゃあそういう感じで、はい、渋谷でした。